ちょうど今ヒカキンが不審者に絡まれてたから梅ちゃんも気をつけてね。どういうこと？脱足とか今日やばかったみたいな。何が？詳細わかんないけど、イベントで不審者が突撃してきた。誰んとこ？怖えな。いや、このさ、時期、それマジでビビりそうだよね。このタイミングでそれやられるとマジでビビりそうだよな。なかと思いますけどね。シャレになんないよな。打足が参加してるイベント、いやでも有名人はね、俺はね多分ギリギリそういうののターゲットにならないラインな気がするんだよね。ギリギリもうちょい有名なとこ行くんじゃねえかな。だからね、中国でずっとついてこられてるよね。だってそれゲーム会場だもん、ゲーム大会会場だもん。ガード前は背が高くて顔がでかい人しいないね。まあいるね。戦闘力ゼロに等しいけどね。明日から仕事再開。頑張って。暑いけど。え、それ動画残ってんの？ヒカキンマジでドン引きしてんじゃん。動画残ってんの？どうもありがとう。え、生？どれ？ちょっと見ていいそれ。騎士さんって誰？これ？これはでもさ、警備どうなってるってなっちゃうね、これね。手元カメラでスマホの画面見えちゃう。でも凶器持ってたら終わりだもんな。俺なんてだってサイン会とかやってさ、サイン会、並んでるやつがさ、その気だったらもう終わりだよ。うん、ぶっちゃけ。あ、ただね、エボの会場は、入るときに、なんか身体検査みたいなのが毎回あるから、まあ多分それはないんだけどね。大丈夫なんだけどね。逆に、だからアメリカぐらいまで行っちゃうと、あれなんだよね。警戒心がすごいから安全っていうか。お参拝し、今は怖い。いや、確かに。確かになぁ。バカバカしいもんな。こんなことでさ。失うものは何もない。無敵な人は本当に怖い。まあね。